富山ライトレール0600系電車は、富山ライトレールが、富山高専向けに導入した、路面電車車両。愛称は、ポートラム。2007年鉄道優の会ブルーリボン賞受賞者。2020年に富山ライトレールが、富山地方鉄道に吸収合併されたことに伴い、全車両が、富山地方鉄道に継承されている。新潟トランシスで製造されたに、 車体連接低床式路面電車で、開業に合わせて7編成が導入された。ドイツの車両製造メーカーアドトランツのブレーメン型、超低床電車をもとに、ライセンス生産されたもので、同様の車両に、熊本市交通局9700系電車、岡山電気軌道9200系電車、万葉線線系電車、熊本市交通局0800系電車、 富山地方鉄道9000系電車がある。特に高岡市と伊水市を走る万葉線線型とは前面以外はほとんど同じような設計であり、同社の運用面での様々な事象が参考にされている。また、専用軌道区間では上地信号機を使用した自動閉塞式による閉塞運転となるため、列車が停止信号を超えた時と速度超過時には、 非常ブレーキをかける自動列車停止装置の ATS-SW 型を搭載している。2006年3月23日に第一陣としてアクセントカラーが赤の編成が搬入され30日に最後の搬入が行われた。外装は縦山の新設をイメージした白を基調としフロントウィンドシールドの火炎部と上空口の周囲には二次なんだ7色の異なるアクセントカラーが 編成ごとに施されている。増備車である TLR0608 編成は都会的、未来的を表す銀色をアクセントカラーとしている。形式は0600系であるが、車体に表記されている車号の TLR とは富山ライトレールのイニシャルで、下一桁の数字には前期の色順に1から7までが割り当てられている。末尾アルファベット A の車両が 岩瀬浜駅方でパンタグラフを備えており、B が富山駅停留情報である。愛称は2005年に一般公募で付けられたポートラム。これは港と路面電車を組み合わせた造語である。マスコットキャラクターとして富山県立富山北部高等学校情報デザイン科の生徒によりデザインされた猫と電車をモチーフとするトレネコがある。開業時の編成数と同じ。 7匹がおり、編成に対応してそれぞれ特徴と性格が設定されている。2018年5月に、2020年3月の路面電車南北接続に合わせ、1編成の増備予定を発表した。そして2019年3月16日、8編成目となる TLR0608 編成を導入し、3月22日より運行を開始。 2020年2月22日、富山ライトレールが富山地方鉄道に九州合併され、富山地方鉄道の車両となった。また、車体外部に表記の車両番号より TLR が消去された。同社開業の2006年4月29日より営業運転を開始した。ラッシュ時も含め常時すべての編成が使われているわけではなく、ローテーションで利用されている。 ポートラムを主題にした作品に書きがある。ありがとうございます。